この絵ですからね、ほとんどもう抽象表現主義トロップみたいな感じがするわけですよね。ですから、もちろん睡蓮という絵そのものはですね、前半の頃、モネが描いた前半の頃というものは有名、一般の大衆にも理解されているし愛されていたんですね。で後半になってから、まあ、目が悪くなったから描いたこういうタイプの絵というものはもうずっとこう秘蔵されていたというかな、隠されちゃっていたんですね。それがまあ30年ぐらいから発見されたという経緯なんです。結構隠れていた絵というのは有名な人の場合もあるんですね。まあ、そういう面から面白い現象というかな、事実というのがありますが、まあ、モネの場合はやっぱり抽象表現主義的な要素を非常に強く持っていた作家なんだなということがこれで分かると思います。鬼人、これおかしいねっていうのがイヴ・クラインなんですけども、この人はですねちょっと違うタイプの天才でしたね。で、ちょっとこのビデオで後で見せてもらいますけど、クラインを知ってる人はですね、あれだね、これをブルーで描いてきたよね、全部ブルーで表現した人だよね、この色です、まあ、ウルトラマリンみたいな色ですね。で、28年に生まれてですね、日本にね、この人は柔道家になりに行ったことがあるんです。手書きになる前です。でも、この人前に、私は柔道家になるんで、ちょっと日本に留学してる、ね。そういう人。それで、フランス語を教えて、フランス語を教えながら柔道のトレーニングをして、余談を取っちゃったんです、ね。でも、本国に帰ったら、その余談というものが認定されなくて、柔道家として生きることができなかったんで、はい、人になる。そういう変わりがないんですね。これですね、余談を見ると柔道家というところで、で、モノクローム、暗色の絵画による初古典、この辺のところで制作を始めたんですね。で、インターナショナルクラインブルーという、そういうこのブルーをですね、使ってやるんだということで、特許を取っちゃう。あと、人体測定というのは、ちょっと前有名なんですけども、これ女性にですね、インクペンに行くじゃないか、絵の具で描いたり、こういう形の作品は、人格です。これを作ったということです。それ以外の、まあ、炎の絵画とかですね、そばとくらいにと、バランスをやったりです。まあ、その理由はあります。ただ、この人は、34歳ぐらいかな。で、心臓麻痺で死んじゃったわけです。これ大天才だと思うんですけれども、早く死んじゃったのでもったいないなっていう人なんですね。ぜひ、この、変な人、まあ、でも、この人すごいねという人がいますので、ぜひ、しっかり。ね、何年ぐらいに出るのかな。あ、これ、どうですか。フライング空を飛ぶ、1960年。飛んでるんですよ、この人。ほら、すごいよ、これ。2階に屋根かな。この辺のところはね、何階かわからない、飛んでる。自転車で空を飛ぶ。これ何もないよ、これ。その後どうした。この通りですから、まだ、フォトショップないですから、合成写真作れないんです。どうですか。これ、大変申し訳ないです。これ、消防室。さあ、見てみましょう。空を飛ぶ男。どこからやってきて、どこに飛ぼうとしているのか。彼こそは1950年代、彗星のように現れたアーティスト、イヴ・クラインです。独特の青ひと色の作品で画壇を席巻。ある時は火炎放射器を使ってその焼け跡で絵を描き、またある時は人間の体を筆のように扱い作品を制作します。青にこだわった実験的な試みの数々、イヴは自由な精神をいかに表現するかを追求し続けたのです。人体を直接写し取るという荒唐無稽な手法、実はそれは日本との関わりの中から生まれたものでした。1952年24歳の時にイヴは来日します。まだアーティストとしてデビューする前のことでした。
到着してすぐに出した手紙には日本への思いが綴られています。とうとう夢にまで見た憧れの日本に着いたよ。とても美しい。すぐにでも弘道館に入門して柔道をするつもりです。イブが日本へ来たのはニースで習っていた柔道を極めるためでした。フランス語の教師などをしながら毎日稽古に明け暮れます。わずか15ヶ月間でヨーロッパでは最高位の四段を取得。柔道で身を立てたいと考えるようになります。イブは柔道の機関誌に文章を寄せています。他のスポーツは全て旨味のない素っ気もないものと思われる。それらは数学的なグラフの構造のように全く生命力の欠けたマティスの絵のようにも思われるのだ。これに反し柔道には人間味が横溢している。その日その日に命がみなぎっている。1960年11月27日パリ中の新聞の売店に日刊誌パリソワールの日曜版が売られていました。しかしよく見ると体裁は同じですがどこか変です。記事はすべてイブ・クラインというアーティストについてしか書かれていないのです。実はこれイブが発行した1日限りの新聞リマンシュだったのです。一面トップを飾ったのは空中に飛び出すイブの写真とこんな記事です。柔道四段黒帯チャンピオンのモノクロームさんは空中浮遊の訓練を積んでいる。今日空間を描く画家は実際にその空間に入ってみるべきだ。空間そのものに。何もない空間自体を見せるための写真作品。それは同時にイブが目に見えない世界を捉えようとする宣言でもありました。新しいアートへの挑戦は加速度を増します。パリ郊外のガス試験場、イブはガスバーナーの炎を顔料を塗ったカンバスに噴射しました。燃え始めたらすぐに水で消します。火と水が対決しながら生み出した痕跡による絵画です。青のモノクローム絵画に始まり、さまざまな作品で精神やエネルギーの姿を表現したイブはついには感性そのものを作品にしてしまいました。彼の目指したものは物質に支配された現実の世界の対極にあるものでした。しかし現実の世界にいても自由な感性にあふれた別の世界はきっと見られる。そんな奇跡をイブは見せてくれたのではないでしょうか。中澤さんはこのイブクラインのブルーに何が見えますか。このブルーは人間の心の中の無限の領域を表しているしそのものだと思うんですね。で20世紀になると人間は世界をどんどん拡大しようとしてきましたでしょ。実際空間拡大してきたし、だけど芸術家は自分の内面を拡大しようとしたとですね。でその時いろんな実験が行われたんですけども、その中で抽象芸術っていうのが発達して、抽象芸術っていうのは人間の内面のその高次元の状態、絶対的な自由の空間というのを広げていこうとする運動だったと思うんですけども、イブ・クラインが作ったこのブルーぐらいその20世紀抽象芸術の本質をこれだって掴んだものは少ないと思うんです。
西洋美術ってそのまさにキリスト教の神との関係でずっと来てますよね。そうなんですね。そのある種その私たちがつかめないような天使だとか神の光だとかいったものをどう表面に表せるかということだったと思うんですけども、うんうん、その中でクラインはどういう役割をしたんでしょうか。確かにこの、ウルトラマリンブルーに近いブルー使ったのはジオットーっていう画家がいて、はい、その時はやはり神の世界につながっていく天空を描く時に初めて開発されたブルーを使いましたけども、これを見た人はみんなびっくりしました、うん、でヨーロッパの絵画はいつも神に向かって、いましたけども、神は自分の内面に広がってる無限の空間を表してますから、うん、はい、その空間の入り口、通路がいつも青空だったわけですね、うん、抽象芸術の流れで言ったらある意味で言うとイヴ・クラインというのは遅れてきた抽象芸術家かもしれませんけども、彼が作り出したものというのは1930年代あたりをピークにする抽象芸術から発展してった流れの中でも僕は一番魅力的で一番深くて、そして21世紀に通じる抽象芸術思想っていうのを作り出したと思いますね。